本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 リアクション OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回紹介するのはズバリ超軽量、めちゃくちゃ小さい、常に持ち歩くことが可能な懐中電灯、こちらを紹介していきたいと思います。スターウォーズのライトセーバーではございません。まず主な用途ですね、キャンプ、夜釣り、登山、夜道の一人歩き、防犯、護身、緊急災害、強い味方となってくれるでしょう。開けていきたいと思います。オープン。めっちゃちっちゃい取説でございます。完全日本語で書かれておりますね。はい、めちゃくちゃちっちゃいおもちゃではありません。ちゃんと機能がついてます。でこちらが本体でございます。ちっちゃい、ね、ライトセーバーだろう。これなんかボタン押したらビューン出てこないから。こちらリチウムイオンバッテリーです。 650mAh。 続きましておなじみ USB 3.0、 そしてストラップがついてきました。ありがとうございます。はい、今回の動画の内容はこちら。1、本体は軽量コンパクト。2、明るい高機能なライト。3、操作性について。4、充電について。5、対衝撃性について。そしてエンディングとなっております。ではまず1つ目、本体は軽量コンパクト。こちらめちゃくちゃちっちゃいです。はい、重さなんと50g です。皆さん 50g どんなものがあるでしょうか。ピーマン1個、板チョコ1枚、こんな感じです。めちゃくちゃ軽いです。長さは 7.3 センチのコンパクトなデザイン。ポケットやバックパックにサッと入れて、いつでもどこでも持ち運び可能となっております。軽いは正義です。2つ目、明るい高輝度なライト。こちら PIR 光学レンズを使用しております。高品質な LID チップを採用しています。商品サイトにはバランスの取れたタイトなビームを出せると書かれております。明るさは最大1000ルーメン、こちらはですね約80ワットの明るさ。部屋の照明としては不十分だけど、キャンプ時にテントでメインライトとして使えるぐらいの明るさとなっております。光量の最大高度は 4500CD。 ではですね、点灯の儀式、いやその前にここ回します。はい、でこのリチウム電池この中に落とし込んで入れるとガッチリ締めまして、ではいきます。うーん、おおおおお、あ結構明るい、結構明るい。ちょっと一旦照明をね、こちらを一回消します。はいはい、さっきの撮影用ではありません。とこれをですね、おお、下から見下ろすと、あーあ、本当はテントでありな明るさですね。まあ、おぉ、結構これ強烈ですね。向こうの電気消してきますね。消します。はい、はい、うわ、くら。つけます。ここにな、キャンプ会場でございます。これを下に置きます。すると、あー、テントの中でも全然これありですね。正直なところ、ちっちゃすぎるから、全然こういうのないかと思ったけども、意外とありますね。こんな感じでございます。あー、もうホラー映画だ、ホラー映画、ホラー映画。どこにいる？誰かいるのか？ちょっと待って。はい、というわ、目くらんだ。あ、結構熱いっすね。これあんまり長くやるとちょっときついかもしれないですね。操作としては作業モード、そして高、中、低、オフ、4段階あるというわけです。500、360ルーメンの順で点灯していきます。でまたスイッチを2秒間長押しすると最大輝度1000ルーメンの明るさ。わお、楽しい。おお、家の背景がねグワングワン動いてます、影で。というわけで部屋の奥まで着くの、うわ明るい。はい、今部屋が真っ暗にしました。そこでこいつをつけますね。で、いきます。はい、おお、怖え。これが一番明るいやつですね。そして真ん中、そして最初。うわ、ホラー映画や、怖。うわ、ナビいる、ゾンビだ、ゾンビトイプードル、怖いなこれ。そして1000ルーメン発射。わお、こんな感じで。おお、眩しい。反射効果すごい。怖い。ちょうどいい。フィギュア紹介しよう。千ルーメン眩しいわ、ちょっと。落とします。新居に来てフィギュアですね。あー、でも、こういう感じで見るのも、またまたいいですね。千ルーメンのパワー、すげー、千ルーメン。めちゃくちゃ明るいわ。あー、いいですね。これ、停電になっても、この明るさだったらもう全然いいね。例えば足元もめっちゃ見えるし。ただ、これ結構熱いんで、やけどはしないにせよ、なんかどんどんとね、手が熱くなってくるというですね。あ、千ルーメンはこれ長く使えないんだ。
熱々です。はい。川柳麺は多分時間制限があるんだね。保護機能があるんだね。というわけで。先ほど最初に開封の儀をやった時にバッテリーを入れたと思うんですけども、こちら、なんと充電式となっております。電池ではありません。初めから付属と入っておりました、タイプ C の USB です。本体のここですね。ここ、蓋を開けました。開けると、こちらに USB を差し込んで、あとは充電するだけで使うことができます。フル充電にしますと、なんと15時間も使えちゃうというわけですね。5番目、対衝撃性について。もう見た目からしてね、こいつ防御力が高そうだなっていうのはわかるんですけども、商品サイトを見ると、肩の高さから落としても無傷です。そのまま読みますね。ボディ MIL、括弧米軍軍用規格、レベル HA3、アルマイト処理された特殊アルミ合金を採用しております。こういう感じの。アルミ合金が使われております。で、さらに長い年月を経ても消耗や錆に負けず美しい状態を保ってくれるというわけですね。そして、まあ水に強い IPX4 こちらも対応してます。汗とか雨とかで使えなくなるということはほぼないです。ちなみにこちらなんですけども、後ろに磁石がついているので、ピタッとつけることができます。はい、こちら冷蔵庫です。パソコンにもつけます。オン川柳麺。はい、というわけで今回はイーケア SH-1607 LED 超ミニ懐中電灯を紹介させていただきました。こちら本当にね、外で使う際にめちゃくちゃ便利でございます。キャンプ、夜釣り、登山、夜道の一人歩き、防犯、しかもこれ軽いんでね、椅子を持っていけるんで、はい、というわけでめちゃくちゃおすすめでございます。こういう感じになってまして、できるかなこれ。はい、こんな感じで作業員になることができます。今ここは洞窟でございます。はい、作業現場でございます。めっちゃいいなこれ。こういった使い方だったり、ストラップというものがついておりますので、どこだストラップの穴は。ストラップ穴はちょっと発掘できないですね。穴が、あ、発見しました。映像だと分かりづらいかもしれないですけど、隙間があるのでこれ難しいな。よし、一回入ればいけるはずだ。いよいよ待ち針あったぞ。いや、ちょっと飽きられます。こちらのですね、 LED ライト、家にね1個ぐらいあってもいいのではないでしょうか。価格は約2000円前後でございます。興味がある方はぜひ概要欄を覗いて見てくれればと思います。はい、この監督ロボではですね、おすすめな商品ですとか、こういったねガジェットを中心にいろんな動画を出しております。リストを作ってますので、興味があるジャンル分野見ていただければなと思っております。いいね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、ではまた次の動画で会いましょう。もうすでにこの間がもうやめて、やめて。嬉しい。まあ、奥に照明2灯が入ってて、この埃舞ってんのっていいよね。作業をしながら、スイッチどこだ、スイッチどこ。最大、中くらい、最小。はい、最小でも眩しいですね。待ち針が吹っ飛んで消えた。あ、待ち針発見。